あれは基本的には東京でやってるんですよ、全部。で、中洲は実景ロケで、こう行って、別にそこで撮らなくてもいいんですけど、明太子踏むカットとかですね、そういうのとか、まあ、中洲のにぎわいとかっていう、状況っていうか、景色だけを撮りに行って、まあ、最終日に行ったんですけどね。うわーっとお祭りの後に、もう残ったお金を少し持って、こう安い宿に泊まりながら、こう実景を撮って、3人か4人でクランクアップ、もういいかって撮ったよねって そう、だから中洲へはお芝居のシーンは撮ってないですよね。全て東京で。そうですね、新宿を中心に撮りましたね。あれはね、稲城の方のお寺で、太っ腹のお寺ですよね。要はと境内で暴れていいっていうお寺を、そこは無理だろうなと思ってたんだけど、まあ、制作部がもう、なんていうんですかね、しらみつぶしに当たってって、どうも理解がある、墓で暴れていいって言ってるしって、境内でそのただ暴れるだけじゃなくてね、いかがわしいお坊さんが切られちゃうっていう、血が噴き出すっていう、ショットガンでボンボンってって、どうもなんかやっていいらしいんですよね。ただまあ当然こう血のりとか壊すわけにいかないんで、絵に写ってる以外は全部ビニールで囲うんですよね。で、今度逆を向けると逆側を全部ビニールで囲って、撮影のペースとしてはワンカットを撮るのですごい時間かかっちゃうんですよね。畳も汚しちゃいけないし、まあ、それでも内容的にそういうふうになんかこう開かれてる、やっぱり仏の教えってすごいもんだな 優しいんですよ、受け入れてくれるんで、すごいなって。そのもうあれ以上やらせてくれるとこっていうのは今はもうないですね、今はね、多分。でもね、プロデューサーの希望的には2週間っていうところなんでしょうけど、物理的に不可能だったように思いますね。3週間ぐらいかかったんじゃないですかね。し差し支えなければ予算みたいなものっていくらぐらいですか。や、当時のオリジナルビデオの標準的な予算ですから、おそらくこう4000万円とかそれぐらいじゃないですかね。要は金額で言うと、土曜ワイドとか火曜サスペンス、ああいうものが、いわゆる2時間ものっていうのが4000万から4200、300万とか、最近少し下がってるのか分かんないですけど、要は、家政婦は見たを作るのと同じ予算で、不動もできるっていう、なんかその こっちからこっちまでっていう。ただまあ、我々にとってはフリーの集団である我々にとっては、その4000万をこうっていうのは厳しい予算ですけど、なんか何でもできる予算に感じてましたよね。その計算していくとはみ出しちゃってるんだけど、そこはなんとか工夫をしてこう作れると。ただ予算が少ない分、自由にやれたんでね、その分取り返せばいいわけですから、そういう意味ではノルマというか、そのハードルは低いわけです。だからハードルギリギリ超えることもできるんですけど、とりあえず予算的に作って出資した人たちが、後悔しないぐらい、それはまあトントンでいいわけです、極端に言うと。それさえ満たせば、あとはもう無限の自由があるんですよ。だから当然テレビドラマだといろいろ内容的にも局側に管理されて、でお茶の間の幅の広い人たちが喜ぶもの、
っていうのを求められるし、映画だと劇場公開するとできるだけたくさんのとなると、今だと若い女の子たちもしくは、仕事を終えた、暇な人たちとか、そのが喜ぶものを作らなきゃいけないっていうのと、一般的な行動っていうか普通のこう要はいい映画を作んなきゃいけないんですよね。それは例えば10億円でそういうのを作れっていうよりも4000万円で好きで作ってるっていうものの方が、自分にとっては心地いいですよね。だからどうしても日本の場合予算が増えるとこうめんどくさいことが多いんですよね。で出来上がった作品もそういうトゲのないというか毒のないものになっちゃうんで、なんかこう要は不動的な環境っていうのはどうしてもなくしたくないなっていうふうに思ってますよね。やっぱり一番の観客は身近にいるスタッフだし役者だし、まあ、自分自身なんですよね。あの一般に見てくださるお客さんは大切なものだけど、それはあのその時を楽しんで、まあ、思い出に何か残ったり実体験の中に何かあったりまた語り合ったりっていうことでその人の中で生きていくんでしょうけど、よりそれはスタッフとかキャストっていうのはあの大事なもので、まあ、自分にとっては一番の観客はそういう人たちだなと。でまたそういう人たちが喜んで楽しんでやるようなものがその商品になってってもらわないと自分困るんですよね。我々が苦しむもので当たっちゃってそういうものをまた作れって言われてそれで期待されていくともう絶望的じゃないですか。映画作るのがまたこういう苦しみをってなんかまあ僕らは遊んでると遊んでる姿が商品になるんですっていうのは理想ですよね。だからまあ、小さくてもいいからそういうことができればで数やってるうちに少しずついろんな人と知り合っていろんなチャンスが出てくるかもわかんないと。まあもともとだからこの不動もあのフィルムになる予定じゃなかったんですよ完全なオリジナルビデオ作品だったんです。で最初の編集したやつを、当時ギャガーにいた千葉さんという人が担当のプロデューサーだったんですけど見てその場ですぐ会社に電話してこれは映画プリントで仕上げようと。そうすると5、600万はかかるわけですよね。それだけ でもうその場で通しちゃうんですよ、強引に。でまたそれを受け入れる会社でもあったわけですよね。でこうたまたまプリントになってでこう字幕スーパー入れてたらそのファンタ系の映画祭で僕らの知らないところでも一人歩きしてるわけですよね。でいろんな映画祭で上映されたらしいと。で最後はどうもトロントの映画祭、まあ大きな映画祭なんですけどそこにで上映されると。で招待されたわけですよ。自分はもともと映画の世界にいなかったんで、でオリジナルビデオ撮ってたので映画祭っていうのは全く無縁のものだと思ってたんですよね。そこから呼ばれて行くと無理やり900人ぐらいの劇場で無理やりやってんですよ。ボリュームを上げて、これはモノの作品ですから、デジタル録音のものが出始めた頃にモノラルでスピーカー歪むぐらい出してものすごい盛り上がってこう観客の熱によってその自分たちが作った映画が全然パワフルになってるんですよね。あ、ライブなんだって。要はこうどう見せるかじゃなくてどう見るかっていう問題なんだなっていうかね。だから結構映画祭、まあそれから映画祭にいろいろ呼ばれるようになって、でその
オリジナルビデオで作ったその作品でもカンヌで呼んでくれたりねするようになって、もともと海外の人たちが日本に変な映画を作るやつらがいるぜってなったのはもうまさにこの不動がきっかけで、そのきっかけを作ったのは最初にラッシュを見てどうしてもこれ映画でやろうっていうふうに思って、本当にその場で電話したっていう直感と行動力なんですよね。だからその海外の映画祭呼ばれてその評価されて賞をもらったりするたんびにやっぱ分かんないもんだよなと、なんかね、こう自分が努力して掴み取ったもんだったら素直に喜べるんでしょうけど、なんか唖然とするしかないわけですよね。ああこういうもんなんだろうなという。だからこう今でも全国公開のものをやるとどうしてもまた違うものをやりたくなっちゃうんですよね。予算がなくても800万でもやれるんじゃないかとか、こうワイワイやこうやるんですよね。まあでもそういう本当にきっかけというか、そういうふうにやれるようにな環境を作ってくれたのはこの不動っていう作品ですよね。谷原さんはね、よくやってくれたなと思いますよね。こう売り出し中でね、いろんな方向がこうまずは自分たちで選んでて、どこに進むかっていう時にあの台本読んでやってみようかなとこう思うって大変勇気がいることだと思うんですよね。あなんかすごいなと。で、結構何かを吸収しようっていうパワーがすごく強いこので、自分に対しても厳しかったですよね。これはこうした方がいいんじゃないか、こうじゃないかっていう、その要は普通現場だとこっちが OK って言えば OK なんですけど、その彼の中で本当に自分はそれで OK だったかっていうのを自分で考えていくんですよね。でこの人は自分の限界を監督なりに見極めてて、その範囲でまあいいだろうと妥協してるんじゃないかとか、なんかそういうのをねこうカッとかかった瞬間にいろいろこう考えてるっていう、こう逆に言うとこっちにプレッシャーを与えるぐらいあの必死に何かを掴もうというか吸収しようとしてるっていう現場でしたよね。こうねやるからには変な方がいいんだけどなっていう、じゃあまあカツラでもかぶってでも竹内さん変だって言ってもどうやっても竹内さんは竹内さんですよねっていう何やっても竹内力なんで、やっぱそこがすごいところなんですけどね。で、それでも本人の中ではね微妙に役作りをしてるらしいという、でこういうパターンとこういうパターンどっちがいいですかね聞かれるんだけど、俺にはどちらも同じに見えるんです、ね、なんとかか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 んとかこうだこうだっていうのと、なんとかか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 んとかってどっちがいいですかって、いや今のは一緒じゃないですかねって、なんか言うのも悪いんで、うん、前の方がいいですねとかってこう言いながら、すげえなって、それを今でも続けてるし、バトルロワイヤル出てもより濃くなってるんで、これはやっぱすごいなと思いますよね。普通あえて堂々と自分らしく貫いて生きていけないですよね。もっと器用に変わってっていろんなことに挑戦して今までと違う自分を見せて、俺はまだまだそうじゃなくて本当はもっと能力あるんだよっていうことを人に見せたくなるものじゃないですか。特に役者のように表現者にとっては絶対そうなると思うんですよね。それをねこう揺るぎなく竹内力のまんまでいる、まあ、もちろんこれからは変わっていくんでしょうけど、それはまあ年齢がねこう年を取っていくので、逆に今までのような
ことが逆にできなくなってくるという表現できなくなってくるという時に変わっていかざるを得ないでしょうけど、でもすごくなんて言うんですかね、こうやっぱり継続して続けて長くそれを貫いてるうちに誰も文句言えない存在になっちゃってますよね。それの逆に言うと一番勢いのある頃だったんですよね。要は101回目のプロポーズでなんかバイオリン弾いてて、俺はもう絶対嫌だって言われ、もう俺の美学、男はリーゼントなんだって言ったら、もうでリーゼントなんですね。だからテレビの仕事っていうのは当然もうないだろうと、そういう役はテレビにないからっていうことで、事務所を飛び出して自分でプロダクションやって、まあ、南の帝王とかいろいろそういうものをやっていきながら、でまあ一つの区切りとしてはバトルロワイヤルっていう、ああいう全国公開されるものに自分の姿で出てると。竹内力っていうんですからね、役名も同じです、うん、ひょっとしたら深作欣二の最高傑作なのかもわかんないですね。竹内力という存在そのものを映画の中にボンとこう置いてきたって、あれはまだ深作さんがしっかりとバトルロワイヤル2について考えていろいろやってる、どうしても彼竹内力がいいっていうふうに言ってキャスティングした人間ですから、でそこで竹内力に深作さんはその役についてはもう竹内力でいいからと、でやりづらいんだったら名前を竹内力っていう役名にするからっていう、こう普通できないですよね。なんかこうすごい存在だよなという。だからそれは深作さんも不動を見たのかどうかわかんないですけど、結構研究熱心な人ですからね。DOA とかってその後作ったのを見て、我々のやってるオリジナルビデオって言われてるものを見て、竹内力を選んで最後の作品にキャスティングしたんですよね。なんかすごく自分のことのようになんか嬉しかったですよね。次バトルロイヤル2なんですよって、なんじゃそれ何それってなんかまあこう楽しそうにやってましたよ。ちょっとセット見に行ったんですけどね。新妻さんって試合が好きでね、こうローキックを打たれながらもローキックで相手が立てなくなるか自分が倒されるかっていう、すごいリングに登場する時からものすごい形相でこうやってて、器用な方じゃないんですけど、ただ強さはあるんですよね。でまあ日本チャンピオンにもなった人なんですけど、ヘクター・ペーナっていう外国のそのチャンピオンを倒してるので、まあ一時、ある団体での世界チャンピオンでもあったんですけど、その戦いぶりが好きで、であのキャラクターですからね。その後「まあ、殺し屋市」っていう作品にも参加してもらったんですけど、今でも連絡は時たまお互いにこう取り合って。ついね1週間ほど前に引退試合やりましたよ。もう試合からは2年ぐらい離れてたんですけど、引退興行を打って、トレーナーで若手を育ててるんですけど、ああいう本物がこう混ざることによって役者が自分が偽物だっていうことを現場の中で残酷なまでに再確認するわけですよね。要はヤクザというか不良の世界を扱ってるわけじゃないですか。片や芝居は下手だけど本物に強いやつなんですよね。リングで戦えるやつなんですよ。焼肉屋で峯岸徹さんと二人で話すシーンがあるんですけど、あのテストをやり終えた時に峯岸さんがやっぱり本物には勝てないよって、役者何年やってもこういうもうこの顔にならないもんって、だってこの顔じゃ役者できないしねっていう、なんか本当にね一回テストやってこうもう
お互いの顔を見てセリフを喋ってぶつかり合ってこう素直に認めざるを得ないっていうそういう力を持ってるんで、現場にはだからなんていうの刺激になりますよね。すごく面白いですよ。まあシーザーさんもシーザーさんはさらに大人で、その以前のシーザーさんの戦いぶりは新妻さんにこう負けないぐらいブルファイターというかもう殺し合いに近い状態なんですよね。でもちろん強いんですけど、強いは計算高く攻めないので負けちゃうリスクも高いんですよ。では倒されちゃう、そこからまた這い上がってきてあのテクニックよりも根性で勝っちゃうっていう。でその後引退をして自分のシュートボクシングっていうこの組織を作って、運営もしてって、こう決して社会人としてまともな人ではないんですけど、それをシーザーさん応援する人たちがいて、こう今でも全国にシュートボクシングの協会がいっぱいあるっていうリーダーなんですけど、やっぱりそのそういう人が現場に来るとこう楽しいんですよね。なんか俳優が来るといい芝居を引き出すことが仕事になっちゃうんですけど、そういう人たちが来るといい芝居引き出さなくていいんで違う仕事ができるんですよね。それで戸惑う役者とかを見て楽しんでればいいわけです。で、決してつないで作品になってくると、技とかどうか分かんないけど下手だけど魅力があるっていう存在になるんで、すごく、要は自分の作品の中にああいう存在がいないとなんか自分自身が多分不安なんだと思いますよ。上手にものを作っていかなきゃダメっていう。そうすると作るたんびに進化しなきゃいけないとかうまいなって思われなきゃダメとかってなっちゃうと、人にどう思われるだろうっていうのだけを考えて作っていかなきゃなんないから、そうすると映画とか作る作業って楽しくないじゃないですか。ああいう人でもいてそのまま出てきてそのままでも十分通用してるじゃんっていうのをやっぱり目の前で見たいっていう、そういうところがあるのかもわかんないですよね。それは漫画によって違うでしょうね。その僕にとっては少なくとも漫画であろうが小説であろうがオリジナルであろうがあんまり関係ないわけですよね。あのそれを映画化するっていうものでその元にあるのはどうかっていうと、まあで脚本家が入りますからね。で脚本家がその漫画をどう読んだかっていうのと、自分がこの漫画をこういうふうに読んでるのを脚本家が違う目で見たものを作ってくると現場で足していけばいいと思うし、あんまり引き算するというかあんまり計算足したり引いたりっていう感覚がないんですよね。だから、あんまり関係ないんですよね。それとか漫画には要はファンになれば楽になれると思うんですよ。少しでもこの漫画の俺は面白いと思わないんだよなって思ってるともうアウトでしょうね。その一番多分ね漫画が原作で難しいのはその漫画が大ヒット作であるという環境で作る実写のものっていうのは大変だと思いますよ。その元の漫画の審判が多くの客なわけですけど、これは違うと、要は自分たちの仲間かどうかという試験みたいなことで映画を見に来るわけですから、その結果これは違うとか あそこのシーンは違うんだよねとかってなるんでしょうけど、それは僕らは恐れる必要ないわけですよ。皆さんと同じように結構この漫画好きなんだっていう、なんかやるとなったら結構好きになれるんですよ。でだから誰よりもファンになっちゃえばその文句のつけようはないですよね。で多分ファンであるかどうかっていうのはお互いの
に好きなもの同士は分かり合うんだと思うんですよ、直感で。だからあんまり漫画だからとかっていうのはあんまり意識はしないですけど、まあ楽といえば楽ですよね。もう困ってよく分かんなくなったら、とりあえず漫画みたいに撮っちゃおうとかその一回絵になってるマニュアルがあるんで。ただ実写はそうはいかないっていう、そうはいかないんだけど、まあ最悪コマみたいにして止めてセリフだけあれでっていうのちょっとあってもわざとやったとしか思わないんじゃないかなとかっていう、なんかマイナスになる要素はそんなないですよね。そのファンにさえなれば、だからそういうふうになんか要は肯定すればいいわけです、認めればその存在を。やっぱすごいと、俺は面白くないと思うけどこれすごいよねっていう、これで天下取っちゃうんだもんね、この作者ってすごいよねとかっていう、いろんな愛し方ができるわけじゃないですか。だから認めればそこから割と簡単に道は広がって、それは役者もそうですよね、スタッフでもそうですよ。サード助監督で役に立たないやつだなと、全然成長しねえなと思ってもそれでもここにいるんだもんなっていう、いいよねこいつって、とそいつの起こすドジとか失敗もなんか愛おしくなるじゃないですか。またやったよなんかそうなったもの勝ちですよね。非難してどうこうしても何らプラスになることはないですよね。だからこうまあその後殺し合い地とかね、コアなファンがいるものとかですけど、それもそのコアなファン以上にこっちがファンなわけですから、しかも書いている作者と直接会って話をするわけですから、こっちはなんか一ファンとしてこうキラキラした目で見てればいいだけなんですよねなんかこの解釈はとかって必要ないわけですよ、まあ、特にこの不動の場合どういう事情か詳しく知りませんが途中で終わっちゃってるんですよね。多分記憶に間違いなければ連載してた本が打ち切りになった発売が途中で終わっちゃったので連載続けようがなかったっていうすごい運命にあって、それってなんかかっこいいじゃないですか。あったものがなくなってるって、要はね、いつものように出勤したい会社に行こうと思ったらなんか入り口にバッテンが打ってあって倒産しましたって会社なくなってるよっていう状態なんで、でなんとなく作品のトーン見てるとさすがにそういう運命にあるような作品にも見えて、でこれは完結させるわけじゃないですけど、まあその後ねシリーズっていうか作られてますけど、あのこう参加しやすかったですよね。そういう意味ではかなりあの楽しめたというか楽で、そういうストレスがすごく少ない、業界でいろいろ言われてるややこしい面倒くさいところっていうか、多くの人間がほとんどのエネルギーを使い果たしちゃうところがどのこうパートにとっても楽な状態でしたよね、ポンと。だからなんかこう異様な熱がというかパワーが発揮できて、それが作品に残ってるっていう、そういうものだと思いますよね。やっぱりね、そのシーザーさんがシャブデラで二役でこうカメラが横になって、その今だと CG 使ったりとか当時 CG っていうのは非常に贅沢なものでね、でオプチカルもできないと、要はもう撮ったものしか映せないっていう状態だ、でどうしても二役だしなっていう、でそのそうか鏡だとかね
銀色と金色のやつなんですけど、カメラこっちで、こっち側のシーザーさんの顔半分を銀色塗って、こっち側を金色塗って、鏡こう置いて、鏡に映ってるのは金色の顔なんですよ。でこっちから撮ってると二人いるように見えるって言うと、あ、当たり前のことなんだけど、そんなバカみたいな大人の顔に塗ったくって、格闘家の顔に塗ったくってやってるっていう、あれが、でカメラマンがふっと覗いて、あ、なんかやっぱいるように見えるよ二人とかって言った時に、はあ、これでいいんだってね。なんかあの、要は映画がいいか悪いかとかっていうのは、デジタルとかアナログとかそういう、テクニックというか技術の問題じゃなくて、もっと違うものが元にあって、それを生かす手段としていろんな技術があって、だ今基本的にこう日本で特撮とか CG のものを作ると、やっぱりその CG をどう見せるかっていうカットになっちゃって、要はあのアニメ的な動きになっちゃうんですよね。ただ実写の場合はそれらはつかみきれないわけですよね、アクションにしても。でどうしても日本の場合はそれを CG だから表現できるから全部収めちゃうんですよ。だからこういう動きのここだけ撮ってれば迫力あるのに、こう引いてこういう本物に見えるでしょうみたいな、なんか根本的になんか使い方が間違ってるんじゃないかなっていう。だからそうアナログでそういうふうにやれて、かつ楽しめる。でシーザーさんも顔半分塗られて、これなんだよって言って、で何回かテストやって、本番前にボソッとあのくだらない注文を出すんですよね。で、はい、じゃあ本番行きましょうって入って、じゃあシーザーさん今度本番はこっちは笑ってこっちは怒ってくださいってはい、よーいって、えって考える暇もなく、よーい、はいって言うと、こうやろうとするんですけど、失敗して、できねえよとか言って、あ、じゃあ普通でいいですっていう、なんか、こう、ライブで楽しめるというか、で、まあ、それで呼吸というか、現場の間ができてきて、はい、じゃあ本番でポンと言って、はい、OK って、次にどんどん進んでいって、自分たちで自分たちのリズムを作っていって、で、なんとなく、トランス状態ってことじゃないですけど、テンションがバーッと上がってきて、眠気がプラスするわけですよね、その状態に。ふぇーっと、これ、あんで雨降ってきてびしゃびしゃになりながら、うわーって、まだこんな、朝までかかっても取りきれねえぜって、どうすんだよって顔がやっぱりみんな笑ってんですよ。どうすんのってなんか、不思議だなっていうね。今はもう本当なかなかできないかもわかんないですよね。変則的なベスト3でいくと、まあ、不動はもちろん入って、喧嘩の花道っていうオリジナルビデオで、人知れず存在する愛すべき作品があって、でオーディションっていう、その、まあ、これも日本では人知れず存在する映画があって、その3本がなんかこう巡り巡っていろんな人と出会って、で最終的に今の時点でその3本のおかげで、なんかあの一番新しく撮った「ゼブラーマン」っていうのがあの誕生して、なんかまあどれも切り離しては考えられないんですけど、今までの作品とするとやっぱり「喧嘩の花道」と「不動」と「オーディション」っていうのは、自分にとって事件をこう起こすことができた、その愛すべき作品ですよね。まあ1位は何といってもやっぱり「スターシップ・トゥルーパーズ」ですね。で、どうなんでしょうね、なんか全然あれかもわかんないですけど、あとキューブと燃えよドラゴンは入れておきたいっていう感じはしますよね。なんかこの3本だけあれば、どんな状況に陥ってもね、スターシップトゥルーパーズの環境よりは
今の俺たちは幸せだぜって思えるでしょうし、なんかこう閉じてしまった時にはキューブが救いになるでしょうし、俺らのね現場はきついん で現場のへこたれてる助監督とか見てもスターシップトルーパーズ、あの携帯用の DVD でピュッと見せて、こいつよりはマシだぞ俺たちはって、これぐらいでお前へこたれてちゃうお前ダメだぞみたいな、なんかあとね、あのワンシーン好きなのが、朝起きてよくドーベルマンのバイク追跡してるバイク乗ってるやつの中に手榴弾入れてパーンって爆発するのを見てぼんやりしてたのをスイッチ入れてそれを見て、よし歯を磨くかみたいな、ボーンって行った瞬間によし起きなきゃって思うんで、あのやっぱビデオと違って DVD の凄さって、あのオリジナルの一部を手に入れたっていうようなコピーじゃないっていう感覚を持てるのと、好きなところにすぐ飛べるっていう、そして巻き戻す時間なくまたすぐ戻れるっていう、もうあの今ビデオだと頭出しする手間とかタイムロスがある、厄介なもので見る気がしなくなっちゃうものを瞬間に出せますよね。でそこだけポコンと見て、で 5.1 ちゃんで思いっきり音出してバーンってよしってこう、だそういうふうに一本丸々楽しむっていうよりも、一本丸々楽しんだ後にこれはなんか残ったものの一瞬をなんか生活の道具として使えるものなんで、それは映画もそのものもですよね。ここやっぱり燃えよドラゴン見ると昔ほどは楽しめなくなってるんですよね。子供の頃見た時すごい映画に見えたんですけど、今見ると別になんてことはない映画だなっていう、それはだから成長して映画を冷静に見られるようになったんじゃなくて、子供の頃はあれを面白く見る能力があったんですよね。こう楽しめる能力っていうのは今よりはるかに高かったんだと思うんですよ。だからそれを知るバロメーターになるんですよね。技一個一個見てもその技を見た時に感動してた自分が思い出されるわけで、それを今平気で見ちゃって、むしろなんだこんなもんかよって思っちゃうっていうのが、こうあ自分は退化してるっていうふうに思うんですよ。あんな要は難癖つけていろいろ言うのは自由なんでしょうけど、やっぱりこう受け入れて楽しめた方が得に決まってるじゃないですか。映画も厳しい点をつけて映画のあらを探すように見る人もいるんでしょうけど、自分はねあんまりこう気にならないんですよ。つまんねえ映画だなってやっぱ面白いんですもんね。どこまでつまんなくなるんだろうっていう、これはねえだろうって、すげえ映画だぞこれって思っちゃうんですよ。だなんか許せるんですよね、愛すべき存在になっちゃって。なんか映画ってそういうふうに捉えてみるともっと楽しめるんじゃないかなっていう思うので、まあそういう見方をする人たちのなんか少しでも役に立つ道具になれば、自分の作品とかはそれで十分なんだろうなという、それ以上のことは望むだけの努力もしてないし、その才能もあるとも思えないので、あんまりその子供じみた夢っていうのは持ってないんですけどね、映画に対しては。ただまあそういう小さなフィールドでも自分たちの好きにやっていける場所を今あることっていうのはすごくありがたいことだなと思う。まあ自分らしさが全部こう詰まっている作品で、本当に撮っていることが楽しかった作品なん で海外の人たちも今でも海外の映画祭行くと必ずこの不動の DVD は、まあヨーロッパとアメリカでは発売されてるんですけど、必ず持ってきてくれる人たちがもう何人もいて、
自分の中では毎年どこかでいろんな国のパッケージの不動と触れ合って、そこにあのサインをしたりとか逆にプレゼントされたりとかしてて、ずっと眠らずに存在している作品なんですよね。だからまあ、あの手元に置いていただいて、なんか苦しいことがあった時に見て楽しんでもらえればなというふうに思います。